リスボン地震。1755年のリスボン地震は、同年11月1日に発生した地震で、リスボン内震災とも言う。9時40分に、西ヨーロッパの広い範囲で強い揺れが起こり、ポルトガルのリスボンを中心に大きな被害を出した。津波による死者1万人を含む5万5千人から6万2千人が死亡した。推定されるマグニチュードは、 MW8.5 から9.0、震源は、サンビセンテ岬の西南西、約 200km と推定されている。グッチャーがサイエンスに投稿した論文での、という記述から、イベリア半島南西沖の規制マイクロプレートにおける、球場の沈み込み体で発生した地震であると、考える説もある。リスボンでは、地震の後に起きた津波と火災により、 ほとんどの建物が廃墟と化した。震災により、ポルトガル経済は打撃を受け、海外植民地への依存度を増した。ポルトガルでは、国内の政治的緊張が高まるとともに、それまでの海外植民地拡大の勢いはそがれる、こととなった。また、震災の秘宝は、18世紀半ばの啓蒙時代に、あった西ヨーロッパに、思想的な影響を与え、啓蒙思想における、 理心論と数行論の展開を強く促した。リスボン自身によって思想的に大きな変化をこむった思想家には口述のようにボルテールがいるカンディードを参照。当時、ポルトガル王女税一世の下で最小の地位にあったセバスティアンデカルバーリョ、後のプンバル公爵はリスボンの再建を積極的に推進した。11月1日はカトリックの祭日。 諸星人の日、万世節であった。当時の記録では、揺れは三分半続いたというものや、六分続いたというものもある。リスボンの中心部には五メートル幅の地割れができ、多くの建物、八十五パーセントとも言われるが、崩れ落ちた。即死した市民は二万人と言われる。生き残ったリスボン市民は、河川敷や港のドックなどの空き地に殺到した、狭い土地で無計画に、 都市開発が行われたため、建物が密集し、市街には広場がなく狭い路地が入り組んでいたためが、やがて海水が引いて行き、引き波、海に落ちた貨物や沈んでいた難破船が次々にあらわになった。地震から約四十分後、逆に津波、押し波が押し寄せ、海水の水位はどんどん上がって、港や市街地を飲み込み、定所川を遡った。 15メートルの津波はさらに2回市街地に押し寄せ、避難していた市民約1万人を飲み込んだ。津波に飲まれなかった市街地では火の手が上がり火災旋風となってその後5日間にわたってリスボンを焼き尽くした。ポルトガルの他の町でもリスボンのような惨禍に見舞われた。国土の南半分、特にアルガルベ地方の被害は大きかった。 南西端のサグレスでは30メートルの津波に襲われている。地震の揺れは遠く、フィンランドからアフリカ北部まで感じられた。グリーンランドやカリブ海にまで揺れが及んだという記録もある。モロッコなど北アフリカの沿岸は高さ最大20メートルの津波に襲われ、イングランド南部やアイルランド西部にも3メートルの高さの津波が押し寄せて建物などを破壊した。 ゴールウェイのスパニッシュアーには津波で破壊された跡が残っている。さらに大西洋を越えたバルバドスやマルティニークにも津波が到達した。当時リスボンは27万5000人の人口を数えたが最大で9万人が死亡した。モロッコでも津波などで1万人が死亡したとされるが記録がはっきりしておらず。 続く11月18日から19日に起こった一連の地震の被害も合わさっている可能性もある。リズボンの建物の85%は破壊され、宮殿や図書館、16世紀の独特のマヌエル様式の建築も失われた。地震の揺れで壊れなかった建物や被害が少なかった建物も教会のろうそくなどが火元の火災で消失した。 わずか六ヶ月前にコケラ落としを祝ったばかりの歌劇場も火災で焼け落ちた。定所川沿いに建っていたリベーラ宮殿、現在のコメルシオ広場の位置に行ったも、地震と津波で崩れ、七万巻の書物やキツヤーのルーベンス、コレッチョラの絵画も失われた。バスコダガマラ大航海時代初期の航海者たちが残した詳細な記録も、王立文書館の建物と共に失われた。 作曲家、カルロス・セイシャスの作品の楽譜も、そのほとんどが失われた。リスボン大聖堂、サン・ビゼンテデフォーラ修道院などの大きな教会や、修道院破壊された。ロシオ広場には、当時最大の公立病院だった、レアル・デ・トードス・オス・サントス病院があったが、数百人の患者もろとも火災に飲まれた。ポルトガルの独立の英雄の墓所も破壊された。カルモ修道院は、今も、 廃墟のまま地震の爪痕を残している。津波が押し寄せる前、動物たちが高い土地へ逃げたという言い伝えがある。これは震災に伴う動物の異常行動がヨーロッパで最初に記録されたものである。国王一家は、運の強いことに震災において怪我一つしなかった。国王ジョゼイスセイラは、当日未明にリスボンを出て、日の出の時刻にミサに出席した後、 王女の願いを聞いて町から離れ、祭日を過ごそうとしていたのである。ただ、地震の後、ジョゼ一世は壁に囲まれた空間に対する恐怖症となり、破壊された宮殿には戻らず、宮廷を郊外のアジュダの丘に建てた大きなテント群に移し、ジョゼ一世の兵所恐怖症は死ぬまで治らず、娘のマリア一世の時代に、木造爆舎が火災に遭うまで宮殿は作られなかった。 テント宮殿の焼け跡に、マリア一世は、アジュラ宮殿を建て、今日まで残っている。最小のセバスティアン・デカルバーリョ後のポンバル公爵は、王室同様に地震を生き延びた。彼は、地震直後、さあ、死者を埋葬して生存者の手当てをするんだと命じたと、伝えられる。彼は、後年ポルトガルに君臨した時と同様の、実用主義をもって、すぐさま救命と再建に取り掛かった。 彼は消火隊を組織し、市街地に送って火災を沈め、また薬病が広がる前に、数千の遺体を処理せよと軍隊に命令した。教会の意見や、当時の監修に反し、遺体は橋家に積まれて定所川川口より大きいで、水槽された。廃墟の町に無秩序が広がるのを防ぐため、特に略奪を防ぐため、町の周囲の丘の上に公主台が作られ、 30人以上の人々が処刑された。軍隊は町を包囲して、競争な者が町から逃げるのを防いだが、これにより廃墟の撤去に多くの市民を借り出すことができた。震災直後は物資不足が問題となったが、間もなくリスボンに在住していた貿易省などの外国人によって、ヨーロッパ各地に震災の被害が報告されたため、彼らを支援するための物資がリスボンに集まり、 復興物資を確保することができた。震災から間もなく、最小と王は建築家や技師を雇い、一年以内にリスボンから廃墟は消え、至るところが建築現場になった。王は新しいリスボンを完璧に秩序だった街にすることにこだわった。大きな広場と直線上の広い街路が新しいリスボンのモットーとなった。今では、うるわしのリスボンという、当時、 こんな広い通りが本当に必要なのかと最初に尋ねた者もいたが、最初はいずれこれでも狭くなると答えた、現在のリスボンの交通混雑は彼の先見性を示している。当時、最初の指揮下で建てられたポンバル様式建築はヨーロッパ発の耐震建築でもある。まず小さな木製模型が作られ、その周りを兵士が行進して人工的な揺れを起こし、 耐震性が確かめられた。こうして、リスボンの新しいダウンタウン、通称、バイシャ・ポンバリーナ、ポンバルの下町が作られ、新興階級であるブルジョアジーが、都市中心部に進出していった。アルガルベ地方のスペイン国境付近にある、ビラレアルで、サントアントニオなど、ポンバル公尺のリスボン都市計画を応用して、再建された都市は、ポルトガル各地にある。 ポルトガルの内政における地震の衝撃は非常に大きかった。地震以前、最小セバスティアンデカルバーリョは王の長身であったが、貴族たちは彼を豪子の息子からの成り上がりとして軽蔑だ。彼は今日ではボンバル公爵と呼ばれるが、この爵位は地震の15年後の1770年に得たものである。一方で最小の方は古い貴族たちを腐敗しており、 実際的な行動ができない無能な集団としてった。両者の間には権力と王の調和をめぐる耐えざる衝突があったが、この地震を境に有能な対応を示した最小が古い貴族層の権力を上回った。貴族層は最小を徴用する王女税一世に対する反感と恨みを募らせ、1758年には王の暗殺未遂事件が起きた。これを機に、 最初は、貴族の一層に乗り出し、陰謀を裏で巡らせていたとされたポルトガル最大の貴族アベイロ公爵は処刑され、その一族は勢力を奪われた。震災の原因を、リスボンの人々の罪にあるとしたイエズス会も、ポルトガルの領土ら追放され、財産を国庫に没収された。以後、敵のいなくなった最初は、啓蒙主義的先制政治を行い、ポルトガルを独裁支配する。 地震が与えた衝撃はヨーロッパの精神にも及んだ。当時の通俗的な理解では地震とは自然現象というより神罰である。しかし多くの教会を援助し海外植民地にキリスト教を宣教してきた敬験なカトリック国家ポルトガルのシトリスボーンがなぜ神罰を受けねばならなかったのか。なぜ祭日に地震の直撃を受けて多くのもろ諸も町が破壊れ。 善人も悪人も罪のない子供たちも等しく、死ななければならなかったのかについては、18世紀の進学、哲学では説明の難しいものであった。地震はヨーロッパの啓蒙思想家たちに強い影響を与えた。当時の哲学者の多くが、リスボン地震に言及しているが、ボルテールのカンディードや、リスボンの災害についての歌、ポアメシェアルディザストでリズワンは特に有名である。 カンディードは、慈悲深い神が監督する我々の最善の可能世界、ルメイア・デマンド・ポサブルズでは、すべての出来事は最善であるという楽天主義を、痛烈に攻撃し、リスボンの災害についての歌でも、すべては善であるというライプニッツ派の観念や、リスボンには天罰が下ったという意見に対して激しく反論する。リスボンの悲劇は、ボルテールに楽観論への反証を与えるものだった。 テオドール・アドルノは、リスボン自身は、ライプニッツの弁信論、慈悲深い神の存在と、悪や苦痛の存在は矛盾しない、という議論からボルテールを救い出したと述べている。ボルテールは、災害によって、リスボンが破壊され、10万もの人命が奪われたのだから、神、創造主が、慈悲深いわけがないと主張した。当時のヨーロッパの知識人にとり、リスボン自身の衝撃による、文化的、 哲学的転換は20世紀後半におけるホロコーストの衝撃に比べられるほどきかった。ジャインイコールジャックルソーもこの地震による被害から衝撃を受けた一人であり、被害の深刻さはあまりにも多くの人々が都市の小さな一角に住んでいることから起こったものだとした。ルソーはこの地震は神罰ではなく文明のおごりが起こした人災と考え、都市に反対し、 より素朴で自然な生活様式を求める議論に引用した。また神の善意を疑問視するボルテールの論に対して神の説理を弁護し、この地震は被害に遭った人たちにとっては不幸でも神にとっては全体の幸福のための何らかの目的があったと考える上であり、全ては善ではなくても全体にとっては善とは言えると反論している。 人間の力の及ばない自然の巨大さなどへ対する感情である崇高という概念は1755年以前から存在したもののそれを哲学の中で発展させて非常に重要な概念としたのはイマヌエル・カントあった。カントは崇高の概念をリスボン自身と津波の甚大さを理解しようとする試みの中から発展させた。 関東はこの地震について三つの薄い書物を出版している。若い日の関東は地震に見せられ、報道から地震被害や前兆現象など可能な限りの情報を集め、これらを使って地震の起こる原因に関する理論を構築した。彼は熱いガスに満たされた地底の巨大空洞が振動して地震が起こると考えた。これは誤りであることが後に分かったが、地震は 神罰のような超自然的な原因ではなく自然の原因から起こるという過程によって地震のメカニズムを説明しようとした近代の最も初期の試みと言える。バルター・ベンヤミンによれば、カントが出版した地震についての書物はおそらくドイツにおける科学的地理学の始まりを代表するものであり、そして確実に地震学の始まりである。ドイツの哲学者。 ベルナー・ハーマッハーによれば、地震の結果は、哲学用語にも及び、硬い根拠を大地に例えて、グラウンドと呼ぶ比喩がぐらつき、不安定なものとなったという。リスボン地震により起こされた印象は、ヨーロッパの最も神経質な時代の精神に触れた、ため、大地や、振動の比喩はその明らかな無垢さを失い、もはや単なる習字には過ぎなくなってしまった。ハーマッハーは、 ルネデカルトの哲学のうち、確実性に関する部分が、リスボン地震後の時代に揺らぎ始めたという。最小セバスティアン・デパルバーリョの震災に対する対応は、都市の再建にとどまらなかった。最小は、国中のすべての教区に質問状を送り、地震とその影響を回答させた。この質問には、以下のようなものがあった。これらの質問へ寄せられた回答は、 現在も国立公文書館、トーレドトンボ、サンジョルジェ城に保存されている。現代の研究者たちは、教職者たちの回答を研究し、相互に参照して、大地震を科学的な見地から再現することができる。最小が考えた質問がなければ、これは不可能であった。客観的かつ科学的に地震の原因と結果を調べようとしたポンバル公爵。 近代地震学の先駆者と評価されている。この地震の原因などについては、残された資料や地質調査などをもとに、今日も研究者により研究と議論が続いている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。